中川先生の優しいビジネス研究国内の注目企業に新しいビッグニュースが入ってまいりましたライザップさんなんですけれども、まあ、日本を代表する損害保険グループであります損保ホールディングスさんからなんと300億円もの出資を受けられるということになったわけなんですね。 実は私、このライザップさんについては、前回財務諸表を取り上げたときに、この会社結構継続が危ないんじゃないのか、なんて話をしていたわけなんです。で、実際直近の有価証券報告書には、継続企業に対する前提という部分に対して注意書きをしなければならないと、そういう状況に陥っていたわけなんです。 まあというのも赤字額は結構大きいので、あと3年で現預金資産がなくなってしまう。そんな水準にあったわけなんですけれども、今回の出資で一気に300億円を回復できましたから、倒産のリスクは当面ないという状況になったわけなんです。さて、そんなわけでここからライザップ復活できるのかまあまずは今回の報道の内容を確認しておこうと思うんですけれども、7月1日に記者会見が行われました。ソンポホールディングスさんとライザップさんが共同で行われた 記者会見でございまして、そこで300億の出資がなされるということ、これによってライザップは一気にですね、債務超過に陥りそうな水準から回復できまして、まだまだ数年持つという体力を回復いたしました。 そして、損保さんの持つ保険事業と、ライザップさんの持つ事務事業を、シナジーを生み出していこうという話がなされたわけなんですけども、そこにおいて発表された主だったものはこちらでして、どちらかというと、損保さんの持っている既存事業に、ライザップの方から資源を貸し出していくというような形。損保さんはですね、介護事業などを持っていらっしゃるわけなんですけども、こちらにライザップの講師ですとか、設備を提供していくという形で、まあ、ライザップとしてはこの形を 取ることによって収益を得ることはできますからライザップの財務状況これでも回復していくということになるわけなんですえそして瀬戸社長はこのように言ってるわけなんですねこのシナジーを通じて1年後にはこんなサービスが生まれたんだというような驚きを皆さんに 提示していきたいでですすこんんなな風に言ってるわけなんです、まあ、ただこちらの表現からするとやや私不安を覚えるわけなんですけどもその種明かしは後ほどということにしましてここからはなぜライザップが直近苦しんでいたのかそこについて解説をしたいと思うんですそこからこれからライザップがどちらの方向性に向かっていけばいいのかそんなことを議論していこうと思うんですけども 実はですね、このライズアップの直近の苦境、まあ赤字が続いていたと、まあ皆さんから見るとチョコザップが非常に好調に見えると思うんですけれども、まあ実はですね、この財務のアナリストですとか経営学者的に見るとかなり危ない橋渡りをしているという状況にあったわけなんですが、その背後にはですね、 現代のマーケティングというものに対する理論の転換といいますかゲームチェンジが起こっているわけなんですね。で、ライザップのアプローチというのは古いアプローチをとっていたわけなんです。別にライザップがおかしいとか間違っているとかそういう話ではなくって経営のアプローチがですねちょっと一世代前のアプローチであったということは指摘ができるわけなんです。 で実はそれっていうのがこちらの財務書表に見て取れるわけなんですけど、まあ、こちら直近発表されましたライザップの損益計算書なんですが2023年2024年で何が起こっているかと言いますと 非常にこの販管費が高いわけなんですね。まあその理由皆さんすぐ分かると思います。めちゃくちゃテレビ CM 売ってますもんねえ。広告費用が高い会社。なんならチョコザップが始める前のライザップの頃からこの会社は広告に多くを依存している会社なんですね。この販管費が売上高の半分ぐらいまで達するというのは通常考えにくい水準でして 多くの会社によって反感費というのは高くてせいぜい20%、え通例10から15%ぐらいの間に収まるものなんです。それからしますと、まあ、とんでもなくこう、反感費がかかっているという水準になっているわけなんです。まあ、もともと実はこのパーソナルトレーニングジムとか、まあ、このトレーニングジム事業というのは売上減価が、減価が大体売上高の半分ぐらいまでいっちゃうビジネスなので、 半関費で同じく半分ぐらいかかってくるとなるとどうにも利益は出しにくいという構造になってくるんですこの半関費を何とか納めないことには黒字化できないということになるわけなんですじゃあね、なんで半関費がこんな感じで高止まりしているのか皆さんもちょっと考えれば理由が分かってくるんじゃないかと思います 問題は、現会員の離脱率の高さなんです。まあ、チョコザップが好きで長く通っている方もいらっしゃるでしょうけど、そういう方でも自分の通っている店舗のおそらく会員の離脱は少なくないだろうということは想像に堅くないのではないかと思います。別にこれ悪いことやってるとかそういうわけではないけれども、サービスが特定の層にはよく刺さるけれども、広く一般大衆の方に対してですね、訴えられるようなサービスではない。 という構造になってしまっているんですね。なので、この会員の離脱ということが結構起こってしまっている。そんな中で、このライズアップグループはチョコザップ事業を伸ばそうとしているわけです。新規出店もしていきながら、積極的に広告を売って事業を成長させようとしているわけですから、会員数の維持をしていくだけでも広告宣伝費かかる上に、さらにその上に成長まで必要としているから、新規会員獲得のために非常に多くの コストがかけられていると、そういう構造になっているわけです。 まあなんですけども、この膨らんでいく会員数も、やっぱりこうサービスに対してですね、ちょっと思ったのと違うなという方が出てきてしまうので、結構いい割合で数ヶ月で離脱していってしまう。なので、この事業を維持していくために高い広告費が必要になる。そういうビジネスの構造になってしまってるんです。で、これじゃ営業効率が悪いだろうということで、実は近年マーケティングについては考え方の大きな転換が起こったんです。 そう。静かなマーケティング革命なんですけども、20世紀までのマーケティングは、まあ、右肩上がりの経済成長のこの中で、いかに新規を獲得していくのか、マクドナルドもコカ・コーラも、ルイビトンもロレックスも、どんな会社もですね、成長していくために積極的に広告を打ち、そしてどん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 新規顧客を獲得し続ける。これが20世紀の右肩上がりの中でのマーケティングなんです。で、この状況が変わってきた。 まあ別にですね、この経済成長を続けている国々においても新規顧客を獲得し続けるというのはどうにも採算性が悪いというところで既存顧客のロイヤル化という方向にマーケティングの軸足が移ってきているんですよ。 でこれっていうのはよくよく考えればこちらの方が企業経営として確かに筋が通ってるということもだん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 学者実務家の間で共通認識になってきているんです。 ロイヤルカスタマーーなんていうふうに言うと特定のお客さんを沼にはまらせてズブズブにしてめちゃくちゃ金をもらっているみたいなイメージがあるんじゃないかと思います、まあ、でも実はこれはですね20世紀的な見方なんです20世紀的には幅広くお客さんを獲得していきながらズブズブの沼にはまらせて中心顧客がたくさんお金をもらってしまいましょうそういう意味でロイヤルカスタマーーというのが使われていた時代もあったんです なんですけれども、このロイヤルカスタマー化ということについて学説理論が発達しに連れて、まああるいは実際にこのロイヤルカスタマー化ということで企業経営がこちらの主軸に動くようになるにつれてだんだんその本質が見えてきた。結局、ロイヤルカスタマー化ができるというのは そのお客様に企業として継続的に価値すなわちその人の人生に対して貢献できているからこそお客様と健全な関係が取り結べているからこそ。 お客様はその会社に対してずっとお金を払い続けてくださるということになるわけなんです。まあ、言うてもねこうなんていうのかズブズブにホストクラブにはまるみたいなのがあるので完全に浄化されきってるわけではないですけれどもそれでもロイヤルカスタマーか多くの一般民間企業においては継続的にお客様と関係を取り結ぼうと思えば例えば美容院みたいなところをイメージしてください長く使う美容院ってどういうところ あなたのヘアスタイルとか髪質をよくよく理解してあなたに良い提案をしてくれたり腕が確かでいつ行っても満足がいくそういう美容院が長く通いつける美容院でしょあるいはあなたの行きつけのご飯屋さんっていうのもいつ行っても安定のお食事を安心の気分で出してくれるというところでしょえということで考えるとロイヤルカスタマー化のためのマーケティング努力というのはすなわち既存顧客を喜ばせ続けられること 企業というのはもともとお客様に対して価値あるものを提供して対価をもらうという商売であるとするならこちらの形こそが企業の健全なあり方でしょうということになるわけです。 うてもですよ新規顧客に伸ばしていくっていうのは不健全だっていうわけじゃないですけれども新規顧客を取りました取れたお客さんに対してはもうあとはどんなサービスをしようか知ったこっちゃないねとこれであってはそりゃ焼き畑農業的になっていくわけですね一時期お客さん喜ぶけれども23か月もすればもう満足しましたということになっていくとどん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 この畑を焼いていく土地を移っ,移って移って移ってをしていかなきゃいけなくなってしまいますから。 これでは新規顧客、潜在顧客にアピールしているマーケティングは確かに営業効率が悪いよねと。それよりも今来てくださっているお客さんにしっかり満足をしていただきながら、まあ、新規顧客についても着々着々と伸ばしていく、このバランスの取り方が大切なんだ。そういうふうな話になってくるわけです。そんな意味ではですね、近年のマーケティングの界隈では、継続率の高さこそが真にこのお客様に貢献できているかどうか、顧客満足のバロメーターなのではないか。 そういうふうにも考えられているわけですもうこのライザップまあ、チョコザップ事業が向かうべき未来見えてきたんじゃないかと思います今は新規顧客の獲得に軸足が置かれているわけなんですけどもこれを既存顧客の満足の方に軸足を移せるかどうかこれが問われているわけですずっと広告宣伝費をかけて 拡大、拡大、拡大できているところから、今、チョコザップのことが好きで続けてくださっている方や、新規に入られた方が、何年もこれから継続したいと思えるようなサービスを整える方に力が裂けるかどうか、これが今問われているということです。まあ、ので、本当にライザップさんにはですね、そんな方向性で頑張っていただきたいんですけども、私としてやや気がかりなのが、そんな意味で言うと、この瀬戸社長のさっきの発言なんですね。 一年後にはこんなサービスが生まれたんだと驚いてもらえるようなという発言。まあこの前後の発言まで皆さんもぜひご自身で考えてみていただきたいんですけどもちょっとこちらの発言からするとですねやっぱりまた既存顧客に幸せを届けるというよりは新しいお客さんの獲得の方に軸足があるような気がして心配でならないわけなんですけども成功を願っております。